女性にはいろんな顔があることを知った。普段見ている顔が全てではない。俺はそのギャップの大きさに驚き、彼女から目が離せなくなった。今日も和葉さん完璧だったな。書類を整理しましたが、見にくくないかどうかお時間あるときにチェックしていただけますか。だってよ、あんな丁寧に言われてニコッとされたらさ。昼休み、同僚の熊谷はご機嫌で俺に報告した。和葉さんは社内でアイドル的な事務員さんだ。ガチャガチャと騒々しい女性社員の中、彼女だけはいつも静かに微笑み、決して乱れない人だった。あまりに清楚な見た目から、いい家のお嬢様なのでは、なんて噂も立つほど。男性社員のアイドルだった和葉さんはいつも話題の的。確かに俺も綺麗な人だとは思っていた。でもそれだけ。俺のタイプはもっと豪快な人が好きだった。一緒に大笑いをしたり、男に負けないくらい大口を開けてご飯を食べる人が良かった。つまり和葉さんとは正反対。お前ほん本当に和葉さんに興味ないなんてな、趣味悪。人それぞれだろ。確かにさ、和葉さんは美人だよ。でもなんか何考えてるかわからないっていうかさ。そこがミステリアスな魅力なんだ。お前まだまだガキだな。ミステリアスね。何を言われようが全く俺には響かなかった。そんなある日、残業を終えてクタクタで帰宅する時だ。これから家に帰ってからご飯作るのが面倒だった。軽く一杯飲みながらご飯を食べて帰ろうと居酒屋に寄ることにした。見つけたのは路地裏にあるひっそり佇む小さな年季の入った店。俺はこういう隠れ家的な古い店が好きだった。こんばんは。ビールとおすすめの焼き魚定食お願いします。店内はカウンターとテーブル席が2つだけ。迷わずカウンターに座ろうとすると、あーだる、長時間笑顔キープしてるとさ、知ってる？顔も筋肉痛になるのよ。やってられないわよね。おかみさんに愚痴っている女性がいた。女性ならではの悩みか。そう思いながらちらっと女性を見て驚いた。これでもかというほど両手で頬をもみほぐし、おしぼりのタオルでゴシゴシっと顔を拭き出した。え、おっさん？さすがに俺でもそれは躊躇する行為だ。女性の豪快な行動につい目が離せなくなっていると、女性はプハーッと爽やかにリフレッシュを終え、俺と目が合った。え、お互い同時に声が漏れた。和葉さん？そしてまた同時に名前を呼び合ってしまった。和葉さんは顔を真っ赤にして数秒固まっていたが、バレたら仕方がないとでも言いたそうに、今の全部見たよね。会社で見せる清楚さは皆無だった。あ、はい。驚いて返事をする俺に、仕方ないな。唐沢さんには特別に見せてあげる。ちって、舌打ちした？特別にって、何を？見て、これが伊藤和葉のすっぴん。和葉さんはこれでもかというくらい俺に顔を近づけてきて、にんまり笑った。その顔はメイクをしている時より透き通った肌で少し幼くも見え、とにかく可愛かった。その一方、想像をはるかに超えた言動に驚き、俺はとにかくドキドキしっぱなしだった。衝撃の裏の顔なんちゃって。会社の人には内緒ね。私のイメージ壊れるじゃん。あ、うん。ここにはよく来るの？聞きたいのはそんなことではない。知りたいことは他にもあった。このキャラのギャップはどうして？ここのおかみさん、私のおばあちゃん。
だからたまにご飯食べに来るんだ。あとは、お酒飲まないとストレス溜まって爆発しそうになっちゃうからね。飲まなきゃやっていけない。俺と一緒だ。いやいや、女性でもそう思うのか。へえ、おばあさんなんだ。たまたまね、いい感じのお店だなと思ってつい引き寄せられちゃって。ほんと？おばあちゃん聞いた？こんな地味な店、年寄りしか来ないと思ってたのに。じゃあ私も今日は焼き魚食べようかな。カズハの会社の方だったのね。ごめんなさいね。この子この通り、ほんとにガサツで女らしさゼロ。こんなだからお年頃なのに色恋の話もなし。よかったらこの子に教えてやってくれない？おばあさんは知らないようだ。カズハさんは会社では男性の憧れの的ということを。ニコッと微笑めば誰でも言うことを聞くだろう。でも今目の前にいるカズハさんは自然体で周りの目を気にしない、ある意味おじさん。俺たちが食べたのはサンマの焼き魚定食。焼き魚って意外と食べるのが難しく、ついお皿を汚してしまいがちだ。大胆なカズハさんはどんな風に食べるんだろう。好奇心で見ると、この人はどれほどの引き出しを持っているのか。食べ方の見本みたいに綺麗だった。ふふふん、魚の食べ方も知らないと思った？甘いな。食事のマナーだけは厳しくしつけられたの。しかも正しい食べ方すると魚は無駄なく全部食べれるのよ。満足度もアップ。自分の汚く散らかった皿を見て恥ずかしくなった。すごい綺麗だね。教えてほしいくらいだよ。こんなことでいいならいつでも。時々一緒にご飯行こうよ。うん、行こう。あまりにさらっと言うものだから俺も条件反射的に同意した。みんなの憧れのカズハさんとご飯。熊谷が知ったらどんなに悔しがるだろう。俺は家に帰ってからも本当のカズハさんが忘れられず、寝落ちするまでの間ずっとカズハさんのことを考えていた。おはようございます。昨夜の余韻が懐かしく、カズハさんを見つけ挨拶をした。おはようございます、カ・ラ・サ・ワ・さん。意味深な笑みが秘密だよと釘を刺されているような気がした。会社での仮面は外す気はないようで、普段と何ら変わらない業務時間が流れた。そのまま就業時間になり、カズハさんとの進展に期待した自分が少し恥ずかしくなった。唐沢くん、さあ行こうか。会社を後にして歩いていると背後から思い切り背中を叩かれた。あ、カズハさん、ビシッと叩くことないじゃないか。ごめんごめん、あまりに哀愁漂ってたから気合い入れた。どこ行くの？おばあちゃんの店に決まってるじゃん。今日ね、豚の角煮作ったんだって。食べたことある？おばあちゃんの作った角煮最高なんだよ。やばい、俺の好物だ。無意識にお腹が反応してしまった。あらあら、お二人さ、待ってたよ。おかみさんが出迎えてくれた。だっておばあちゃんの角煮食べなきゃ後悔するもん。そう言ってカズハさんは俺を促し、並んでカウンターに座った。なんだか調子が狂う。会社でのカズハさんは一体何なんだろうか。このギャップに対して俺はどう反応すれば。唐沢さんって言ったよね。カズハのことよろしくね。会社ではどう？みんなとうまくやってる？おかみさんの質問にどう答えるべきなのか、俺はしばし考えてしまった。すごく仕事ができて、社員のアイドル的な存在ですよ。この子がかい？カズハ、
ずいぶんいい会社に勤めてるんだね。もういいから、おばあちゃん、早く確認。和葉さんは照れたようにおかみさんをせかした。待っている間、和葉さんは勝手にグラスを出し、ビールを継ぎ乾杯。え、いいの？大丈夫大丈夫。それよりね、会社のみんなに言わないでくれてありがとう。そう言って乾杯をしてきた。和葉さんさ、会社でどれだけ無理してるの？かなり。だから仕事が終わる頃にはクタクタ。でもね、一つだけいいことがあったの。何？不本意ではあったけど、唐沢さんにバレちゃって少し楽になった。ほら、会社の愚痴とか誰かさんの悪口とか今まで誰にも言えなかったけど、やっと仲間ができたみたいな。それは良かった。でもさ、会社でも無理する必要ないんじゃないの？わかってないな。女ってメイクをするでしょ？それは少しでも綺麗に見せたいとか、自信を持ちたいとかって理由があると思うんだけど、それって別の言い方をすれば、素の自分を隠したいじゃないのかなって。だから、すっぴんは安心できる大好きな人にしか見せないのがそこ。女心が分かっていない俺には目から鱗だった。私の場合、会社で上品に演じるのはある意味メイクと一緒。私という人間を理解してくれる人の前でだけ見せる。じゃあさ、俺ってすでに和葉さんのすっぴんも素の姿どっちも見ちゃってるけど、それってつまり？どう思う？質問を質問で返された。どうって、正直このギャップには驚きしかなかったが、実際俺自身も会社での和葉さんには全く興味が湧かなかったが、今一緒にいる和葉さんはコロコロ表情を変え、話していて楽しかったし、もっと知りたいと思った。さあ、温かいうちに食べてちょうだい。うまいタイミングでおかみさんが豚の角煮定食を並べてくれた。おかみさん、天才！こんな美味しい角煮初めて食べた。一口でご飯茶碗半分は食べれるくらい、肉の甘みと醤油がうまく絡み合い絶品だった。でしょ？仕方ない。この和葉様が一個差し上げようではないか。そう言って、和葉さんはニコニコして、俺の皿に角煮を乗せてくれた。その光景をおかみさんは嬉しそうに眺め、和葉が人におかずをあげるなんてね。そう言って笑うと、おばあちゃん、そういうのやめてよね。まるで私が食い意地張ってるみたいじゃない。和葉さんは口を尖らせ、おかみさんはさらに面白がって、あら、違ったっけと舌を出して笑った。なんだかそれが実家を思い出す温かさがあって、俺はすごく居心地が良かった。この日を境に、俺と和葉さんはどちらから申し合わせたわけでもなく、自然とおかみさんの店に夕食を食べに来るようになった。そこでだけはやっぱり和葉さんは完全に自然体で、会社で溜め込んだ感情を一気に放出しているようにも見えた。俺は聞き役に徹し、たまにおかみさんと一緒に突っ込むという時間が俺にとって楽しい時間になっていった。そしてこの顔は俺にだけ見せててくれる特別な顔。誰にも見せたくないと思い始めていた。俺は和葉さんを好きになっていた。おかみさんの店に通うようになって1ヶ月が経とうとした頃、俺は正式に和葉さんをデートに誘い、気持ちを伝えようと考えた。しかし、あの日の和葉さんは、またもや俺に新しい顔を見せた。今日はどうしたの？口数少ないね。具合悪いとか。ずいぶんおとなしい和葉さんだった。確かに具合は良くないんだ。え、じゃあ帰ろう。送っていこうか。いや、そっちの具合悪いじゃなく、心の方。ズキンとした。
いつもの明るい和葉さんとは想像もつかないくらい沈んだ顔だった。俺じゃうまいこと言えないかもしれないけど、話聞くよ。人に話すだけで楽になるってこともあるし。私さ、稲田課長に迫られてて悩んでる。稲田課長に？稲田課長は40歳にして課長になった超エリート、女子社員からも人気がある、俺に勝ち目はない人だった。そうなんだ、すごいじゃん。それだけ？だってそれは俺がどうこう決められる話じゃないから、和葉さんの気持ち次第じゃない。ここで俺が気持ちを伝えたって、相手は稲田課長だ。笑いのネタになって終わるのはごめんだった。そうね、稲田課長なら将来有望だしね、悩む必要ないのかも。うん、そうだね。結局さ、和葉さん、素の姿を見せるのは安心できて好きな人の前だけとか言ってたけど、和葉さんも他の女と同じ、条件いい方に行くし、好きな人は好きになってもらった人、いいんじゃない？それで。俺は何を言っているんだ。自分の解消のなさを棚に上げ、ひどいことを言ってしまった。好きと伝える前に散った思いが行き場をなくし、自分勝手な怒りになった。唐沢くん、本気で言ってるの？それ。ああ。ひどい。今まで私の何を見てきたの？そして和葉さんは俺の前から去っていってしまった。和葉さんの最後の言葉は初めて聞くような震える声で、耳に焼き付いて離れなかった。日本酒サービスしてあげようか。おかみさんが奥から静かに現れた。空気を察し、ずっと調理場にいてくれた。すいません、ひどいことを言っちゃった。そうだね、唐沢くんもまだ若いのね。男のプライドが邪魔したか。俺は黙って出された日本酒を一口飲んだ。一つ教えてあげる。あの子がどうして会社で普通にできないのか、ずっと謎だった。和葉さんは決して教えてくれなかったから。理由は一つじゃないだろうけど、大きな理由はね、あの子の母親なの。ずっとね、あの性格が気に食わなくて、直せ直せってね。そんな性格じゃ誰にも愛されない、社会に出たら仮面をつけろってね。実の母親が。それでもあの子は母親が大好きだった。でもね、あの子が高校生の頃、男を作って家を出て行った。それをね、あの子は自分のせいだって思ってしまってるの。大人になって事情を理解してても頭と心は違うでしょ。愛されるには上品でいなきゃって、無意識にそうなってしまうんでしょうね。そんなことってありますか？あのままの和葉さんの方が絶対に。そうね、私もあなたと同意見だからね。和葉とあなたを見ててすごく嬉しかったの。和葉があんな風に自然体でいるの久しぶりに見たから、うまくいってほしかったんだけどね。俺の心はどんどん高鳴っていった。稲田課長には譲れない。確かに俺は稲田課長みたいに将来性はないかもしれない。でも和葉さんが安心できる場所は作ってやれる。俺じゃなきゃダメだ。俺が和葉さんじゃないとダメなんだ。翌日、俺は会社でずっと様子を伺っていた。タイミングを計って和葉さんを誘い出そう。そして気持ちを告げる。男らしくビシッと。和葉さん、ちょっといいかい？
俺より先に動いたのは稲田課長だった。和葉さんを呼び出してどうするつもりなんだろう。俺は不安で仕方なくなった。俺より先に告白する気だろうか。仕事も手につかない俺はこそこそと後をつけてしまった。みんなの前でこんな話をするのもどうかと思ってね。給湯室横にある廊下で話は始まった。実はさ、この間話してた件なんだけど、考えてくれたかな？そのお返事、急ぎますか？まだ私、少し悩んでて。ああ、全然大丈夫だよ。決めるまで待つから。悪い話ではないと思うんだ、本当に。推しが強いやつだな。そんなにぐいぐい迫ったら、その気がなくてもついってことになったら困る。俺は勇気を出して間に割って入った。当然二人は驚いていた。しかし、もう誰も俺を止められない。立ち聞きしてすいません。でも、彼女は俺が幸せにしますから、ご心配なく。稲田課長は状況を飲み込めていないようで、唖然としていた。あれ、なんか様子がおかしい。和葉さんは顔を真っ赤にさせ、言葉に詰まっているようだった。だから言ったように、稲田課長ではダメなんですって、俺じゃなきゃ、和葉さんは幸せにできませんから。そう言うと、稲田課長は優しい笑顔をし、かっこいいなあ、唐沢。でも、それ、早とちりだ。え？和葉さんがこっそり提案してた企画書、思いのほか評判が良くてさ、和葉さんの名前で進めてみないかって話してたんだ。でも彼女、出しゃばりたくないってさ。唐沢、お前からも説得してくれよ。お前じゃなきゃダメなんだろ？頼りにしてるぞ。そう言って、稲田課長はその場を後にした。今度は俺が大混乱。俺はてっきり、どういうことなんだろう。あれ？ごめん、唐沢くん。私のせいだよね。あの話、唐沢くんに焼きもち焼いてほしくて、話持っちゃった。盛りすぎだろう。穴があったら入りたいくらい恥ずかしくなった。でも、嬉しかった。あれ、全部本音？当たり前だよ。上司に向かってあんなこと言ったんだよ。サラリーマン人生かけても、譲りたくなかったから。そう言うと、和葉さんは、大好き！そう言ってハグをしてきた。ダメダメ、それは会社だよ！見られたら大変だよ！俺は大パニックになり、和葉さんは大笑い。その日の帰りはもちろん、おかみさんの店にご飯を食べに行った。しかし、それだけじゃない。その夜初めて、和葉さんが俺の部屋に外泊をした記念の日になった。俺たちの交際は、わざと隠さないで公にした。そうすることで、俺が和葉さんのクッションとなり、少しでも自然体でいられるようにしたかったからだ。その狙いは正しかったらしく、同僚の熊谷を先頭に俺たちの交際は話題となり、俺が間に入るように少しずつ和葉さんの緊張を解いていった。完璧清楚女子だった和葉さんは影を潜め、以前より楽しそうだ。そして俺たちは今年の冬結婚をすることになった。今でも俺はおかみさんから聞いた話を和葉さんにはしていない。いつかその時が来たらとは思っている。今はただ和葉さんの心を守り、彼女が安心して笑顔でいられる日々を作ってあげたい。それだけだ。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の馴れ初めストーリー、良かったと感じた視聴者様はいいねや
馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。それでは次回もお楽しみに。